どうも、花粉を多分に感じる季節、感じるーです。先日、僕の引っ越し先を募集し、こうやって何度か背景がちょくちょく変わってると思うんですが、ああ、はい。送られてきたお部屋写真の中には、なぜそれを送ってきたって思うような写真も、まあ、たくさんあったので、今日はそんな作品を発表したいと思います。なぜベランダ？ハワイ旅行行った人の写真でこのアングルの写真をよく見るけども。なぜウサギ？この中に住むの？そしてこの方はもう一枚送っていただきました。なぜウーパールーパー？自分の部屋というよりも自分が飼ってるペットを見て欲しかったのかなっていう感じかな。わかるけどもね。なぜここ？これは部屋というよりも洗濯機が置いてある脱衣所っぽいですよね。なぜ血だらけ？怖い怖い怖い。もはや部屋ですらないんじゃないのという写真も送られてきました。なぜスーパーカー？なぜぬいぐるみ？なぜ月よ？幻想的すぎるだろう。それともホームレスの見上げた夜っていうことなんでしょうか？理解に苦しみました。あなたの部屋写真、まだまだ募集しているので、横長で撮ったあなたの部屋写真を下の宛先まで送ってきてくださいね。よければ採用させていただきます。よければですよ。ま！つべこべ言わずにチャンネル登録の方よろしくです。